どれが残る?えー。というところ中にいこうと思います。ありました。それでは開けてみましょう。鹿児島ユナイテッド。出ました。うん。あ、このようなメンバーになっております。縦軸、年齢、横軸、ポジション、え、色が特性となっております。詳しくは表の見方、上の動画をご覧ください。それでは先生お願いします。お願いします。うん、まあ、早速なんですけど。おいおい綺麗ですね。 綺麗確かに左上からキーパーのぞいて左からスルーンとこうなだらかな冷蔵じゃないや滑り台ができてるなというところになので、はい、これいいことなのかどうなのかというところですよねこうあの間空いてうまく分布が平均的になってる方がいいのかこうギュッとなってる良さもあるのか、うん、まあこれはまあ結果論みたいなところだと思いますが、えーえー、まあどちらにせよ年齢はただ高いっすね。 ちょっと上にいる傾向が高いのかなと。い、えー、ですねこちらですね、はい、まあ見ていただければですけどはい、はい、全体的に人数がめちゃめちゃ多いです。はいはい 確かに人数多いよね1チーム大体、うん、いい23から27ぐらいになってればはい、はい、まあってところでこれがね北九州編の時に先生おっしゃってましたけどそうレンタルがまあ多いチームだったらそういう選手も含めて、うん、まあ30から33いればっていうところはあるんですが、うん、まあもうすでに見た段階でもそれより多いです。 そうですよ、ね。ちょっと多いんですよね。まあ、レンタルで出てる選手も多いですけど、えー、まあ、そうなんですよ。<ー>ってなってきた時に、はいはい、あの、今後、この鹿児島が、まあ、今回のこの冷蔵庫シリーズの。鹿児島編に関しては、はい、あの、他のチームとちょっと違って、はい、あの、より厚めにやってみようと思います。ああ、お願いします。はい、はいはい。それ、何かというと、えー、鹿児島ユナイテッドが。はい 来 J2 また戦いますねその後再来年以降も J2 に残り続けてより J1 に上がっていくためにはどうすればいいかという注目ポイントというポイントからまずゴールキーパーから見ていきたいと思うんですね。 ゴールキーパーに関しては今岩崎選手をまあ丸屋総和崎に出しているところがありセレッソからアンジュン選手で柏からサルタ選手を借りてきていますでそれだけじゃなくてよくよく見てみるとあの岩崎選手は寺田選手えもしくは藤井選手などまあ JFL とかにこう貸し出している選手は結構多いんですよねその代わり J1 から 松本からハン・ヨンテ選手を借りてきたりだとか<う>えまあセレッソからのアンジュース選手、うん、柏からのサラダ選手そして FC 東京から平川選手を借りてきたりと実は鹿児島ビジネス的にはめっっちゃうまいことやってるただ今後やっていかなきゃいけないのは大卒、うん、高卒、うん、このメンバーそういう、えー、新規で。 プロ,年目プロ1年目の選手を自分たちで獲得できるようになっていくこと、それでもう自分とこのバンディエラみたいな選手を育て上げることができるようになったとき、鹿児島は J1 にいけると思っていただければと思いますそうなるためにはどうしたらいいんですか、実績ですか、やっぱり。もちろん、実績をね培っていかなければなりません、なので、今年はぎりぎり、残留争いだっていうところがありました。 なので来期の目標は残留争いに巻き込まれない位置ぐらいに行くこと、うん、なので、まあ、継続的に1234位ぐらいにいることができればまずは成長と思っていただいていいと思います、はい、ここでむやみやたらに「あのうん、いや絶対もう優勝だよ」みたいなことはまだちょっとスペーズとしては違うかももちろんなったら嬉しいけどね。うん、ただ順番としてはその時期をこの 残留争いに関わらないところを経験した上で続いてはプレーオフ争いぐらいに絡んできて。 で J マンの,その消化自動昇格争いに絡んでいくみたいな流れが必要なんじゃないかなと、うん、なんで4年間ぐらいかけてうまくそういうようなね、はい、高卒大卒の新人を取れるところに持っていったら大きいんじゃないかなと思います、まあ、それが目標だということですね,そうですね今実際に例えば同じようにこの J3 から上がってきた組でいったら山口とか金沢がやっとそのフェーズまで たどり着いて20、えー、2010年代この中盤でこう上がってきたチームたちがようやっとそこら辺まで来たと、うん、まあ,あの大分は別ですけどねちょっとね。<laughs> そうなんで誰かをこう借り受けて育て上げたっていう実績がまあ一つになっているわけですよね。そうなんです。えー、なので今やってることはまず間違いじゃないですが、これから先はそういう信じを獲得していく必要ことが必要だよと。ねえー、で世代分布としてはこのキーパーはまあ特に言うことはないでしょうと。えー、えまあ中堅クラスに二人いてで一人出してて若手が二人まあ競争劣勢を巧みしているっていう状況はいいんじゃないかなと。えー、ただ問題はディフェンダーですね。うん、デ,ィディフェンダーの最年少が <laughs>、うん、<laughs> まあ。 <laughs> 93年生まれですか一応チーム内にいるって考えるとこれはちょっと年齢高いなとそうかうんなぜそうかと言われたらえいわゆる最年少93年って言ってるけれどもチームによってはフィールドプレイヤーの最年長が93とかっていうチームもまあ国内海外がどうぞあったりするわけですよそうですねってなるとそう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  チームの引っ張っていくための,その責任感みたいなところを負わせていかなきゃいけないよともともとこの鹿児島の場合だったら JFL とかを経験してきて J3J というカテゴリーに上がってきて J2 まで来ましたとそれがこの一つのフェーズとしてあった。 からベテラン組に、えー、人が多くなるってのはこれはもう当たり前で、ね、そのフェーズを、えー、クリアするための要因をそういうメンバーを集めてきてたんだから、うん、それは当たり前なんです上にいてこれは別に構わないだから来年今年の末に関して言えばその下のところ二十三四五六世代あたりのところ今はフォワードの選手たちはそういうことできるようになってきてるからそこをディフェンダーの選手が集められるようになってきたら 超ででい面白いそううことなんですむしろだから鹿児島のサポーターの皆さんはフロントが、うん、もしくは強化部がレンタルでもいい、うん、完全移籍でもいい、うん、または大卒高卒どれでもいい、はい、若い。 ディフェンダーを獲得してきたら、えー、みんなでえー、拍手してあげてください。もうツイッターでもパシャパシャ,パシャ,シャって、うん、そういうぐらいのもうそういうツイートするだけでも全然いいと思います。本当にフロントよくやったっていうとことね。今週は伝わりますからね。ああ、それが一つ後押しになるし、<laughs> そうなんです。あそこを理解した方がっていうことなんですね。ですね。なるほど,るほど <laughs> はい。はい、だからもう何度繰り返しになりますが、うんうん、サイドバック、センターバックは人数いっぱいいるけど、うんうん、えー、彼らの次のフェーズとしてはもう今度は中継から若手のところ、今度だんだん。 スライドしててそっちがこの J2 で活躍できるフェーズを作っていくことがこのチームにとって必要ですと。 続いてボランチ見ていこうと思います。うんはい、まあボランチもちょっと似たような傾向はありますね。うん、やっぱりまあ平川選手に除いて考えたらもうほぼ最年少が二度手確かにっていう状態なのでこれはやっぱり若手必要ですね。うんはい、ここはねとなってきます。とはいえやっぱりえ選手によっては今年初めてこの J2 というレベルを経験したという選手も。 いるわけなので、うん、今年の1年目に関しては、また別枠だなというところがありますで。来年はその残留争いに巻き込まれない程度でいくってことで考えていったら、今年の経験を踏まえながら、ベテランたちはもうこの経験を今度はまた伝えていくことができるんで、はいうん、このポジションも徐々に若手を取っていくってことができれば大きいのかなと、うんまあ、ディフェンダーたちと一緒ですね、ここもだから、平川玲を2年連続レンタルできるかどうか、または他の選手を1人借り受けられるかどうか、はい、ここにかか,、えー、かかってくる部分はあるかと思います。はいはいはい そして、うん、オフェンスのところ、ね、見ていきましょう 2>,、うん、2列目の陣容ですね、うん、ここのラインナップはもう素晴らしいですね、うん、もう本当に活躍した選手が多いなというのが、えーまあ、何も名前見るだけでも分かる限りだなという,、うん、と,いうところなんですが、はい、先ほど僕ずっと言ってきましたね、えー、新しくそういうあの活躍してくれるような大卒の選手高卒の選手が必要だと言ってきた中で。うんはいはい ニューがもう一人いますねあ、中村選手中村健人選手、うん、明治大学からこの鹿児島にやってきます,そうですかこれはもう大物新人なんですかそうなんです<ー>だから鹿児島の まだそのディフェンダーの方は正直発表もされてないから分からないんですが、うん、先ほど言ってきた通りの話を鹿児島もう次に向けてやろうとし始めているわけです。ね他のポジションで言ったら八幡田選手だとかっていう、まあ、地元のプレイヤーも獲得したりだとか、うん、まあセレッソから長いこと長いこと一緒にやってきてこの米澤選手を獲得したりだとかまた。 または他のポジションもいろいろありましたけど、うん、え大卒新人として、えー、さらに関東一部のプレーヤーとして中村健人選手を獲得することができたこれはまあ今後の鹿児島にとっては大きい補強になるんじゃないのかなというところでこれ中村選手が例えば活躍したっていうふうになってくると中村選手自身が選手の中でのインフルエンサーになれるわけですよ。 例えば、うん、来年2020シーズンの J2 で中村健斗選手がじゃあすごい活躍した、うん、もしくは、えー、いわゆるチームの中の居心地がいいってことがこう分かったりすると明治大学のいわゆる卒業したっていうか、うん、明治大学の,そのいわゆるメンバーがいるわけじゃないですか。 うちのチームめっちゃいいからさ、うん、ボランチショット足りてないから、お前ちょっと来いよ。なるほど。なんていう風なことも起こり得たりするわけですよ。そういうことの繰り返しだって、するわけだね。そうそうそう<ー>だって、関東一部のある意味では、情報網がそこでちょっと出来上がっていくわけですから。うん、そ,そこが一個出来上がるのは、すごく大きい,んじゃないかな。誰の声よりも信用できますもんね。だってそうなんです。味飯の釜のね、逆だね。釜の飯を食ったね。はい、仲間が言うんだから。からそんな中で、もう一つ大きかったのが、うん、あの今年鹿児島。 あのやっとこのフェーズができるようになったっていう意味では、うん、やっぱりね今、まあ、J リーグ自体がユース、うん、自分のところのユースからどれだけ人数上げられるかっていうところも結構重視して見てるところがあるんですそうだ、ね。それは大事でこれ鹿児島の皆そして J2J3 聞いてる皆さんにもお伝えしておきたいんですが、はい、あの野球はドラフトあるのにサ、うん、ッカーってドラフトないけど、うん、なんでって って言ったりすることも結構あるんですよまあその疑問は持つ人多いでしょうねそう。で、うん、これ以前ミルアカの月曜日にやっているマンデーライブでも特集させていただいたんですが J、うんはい、リーグにおいてこのサッカーってまああの アメリカのねメジャーリーグサッカーとかではドラフトやってるので、うんえー、J リーグにおいてのサッカー観は、うん、南米とか、はい、欧州ヨーロッパを基準にしています。はい、彼らのじゃあ南米とかヨーロッパの戦略っていうのは、はいえー、いわゆる高校とか大学とかからのサッカーっていうのはあまり考えてなくて、うん、ユースチームからどれだけやっぱり引き上げられるかっていうところが主眼なんです。J リーガーそれに倣ってやってきたところがあるので、うん、やっぱりユースチームをこういっぱい作っていくとか。 もしくはそれによっての大会をたくさん新設したりだとかってことずっとやってきました、はいうん、その中でいいち上となながってないももあるんんねそうなんです、うん、J3 から J2 に上がったこのタイミングで野竹選手の弟が、うん。 今年入ったわけですよね初めて鹿児島ユナイテッドユースから初めての小学になったわけですよ、うんはい。あと10代を抱えることすらそもそもなかったわけですよかつても。そんな中で野竹選手がやってきて同い年の平川麗もやってきたっていうのはとそうそうだから平川選手にとってもだって年長しかいない環境だったらうん、うん、やっぱ自分なかなか出せないことあるじゃないですか。なあまあ だとすればされた選手、平川選手もいたりっていう風になってくるとね、新しく同じようなこのディフェンダーとかフォワードの選手でこの十代二十歳ぐらいの選手も取りやすくなってくるから。そうか。うん、俺たちはジェネレーションでしょ、レギュラー取って一緒やろうぜってなるもんね。っていうやっぱムーブメントも大事じゃないですか。そしてユースの選手が多ければやっぱ地元の人は応援しやすくなるし、参加が増えるよね、絶対に。そうなんですよ。ただまあ加藤勝利修勝利していかなきゃいけない事情の中だとやっぱり外から取ってきちゃうとかっていうのが。 方のチーム新チーームムりそりゃそうだよねねそうです、ね、だからそのバランスをどううまくやっていくかってことはまあ今後の市場目でになっていくかと思いますが、うん、今のところ適切なもうやっていかなければならないよっていうふうに言われてるその最低限の順序を鹿児島アナウと守ってる、うん、これはもう素晴らしいなと。 そういういことか、ね、計画が見えてまいりましたフォワード見ててもこれも分かりやすくてもともとのメンバーもいたけれども、はい、えそこにプラスアルファで本間、まあ、田監督やってたところからってので琉球から和田選手を取ってきたりだとか、うん、あとはもう完全に残留を決めたかなっていうタイミングなのルルカオのゴールですよね、はい、あとは今年、まあ、大卒ルーキーながらもう一気にもうバーンとこう活躍してくれたというかハ四ヨ選手がいたりだとかで。本当だ 若手のフォワードたちも、まあ、くっきり育ってきたというところがあるからこそ、うん、来季は自分たちでこの大卒の選手高卒の選手有数上がりの選手をこう育てていくようなことができるようになったら。 話は変わってくるかな,なるほど,なるほど分かりましたわかりましたありがとうございますはいというわけでミルクサッカーアカデミーはね毎日こうやってやっております毎朝ね起きたら届いてますよ目標にね、えー、コーナー折り交ぜていろんなコンテンツレビュープレビューも毎節出しておりますのでねシーズンオフには移籍情報 <laughs> そしてたんまりあるから新シリーズそして高校サッカーも扱っていこうなんてねそうですね、えー、思ってますんでシーズン祭りまたこの鹿児島もぐグッ すでにデータで振り返っていくるか,からいろ、まあ、教えてください,い、ね、またまたジェ、はい、リがもっともっと楽しくなるように、ね、よ,ろよろしくお願いしますということで、えー、チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますライブ配信は21時月曜日にやっておりますそして月曜のライブ11月は21日木曜日に予定しておりますね、えー、ぜひまた来てください井上真でしたノーミルク佐藤でしたありがとうございましたありがとうございらっしゃいませ皆様いらっしゃい